した。そしてリエントリー誰だ。さあ南波さんです。いきなり決めてきたのは一体誰かって、もう名前が出ましたよね。渡辺かーん、てげすげえ、これもう見てん、どっさり入っちゃう、こらすげえ人、ほら出てきた、スピッツとともに出てきた、すげえ、かんちゃーん、あんたさすがじゃーみたいな。最後はほらえぐいところにリエントリータッチダウン成功バザーイみたいな、そんな感じですね。おっと、なんかやってますよ、ほらなんかやってますよ、ちょっと調子に乗ってますよ。なんですか、バーンピョン、一回見ましょう、バーンピョン、お銃で撃ってアーチェリーで撃ってきましたね。やりますね、飛んでますね、さすがです。さあそしてこの人は知らない人、うまかったんで撮影しました。最初ワクワクさんかなと思ったんですけどね、いやここまでうまくないんじゃねーみたいな、そんな感じで撮影しました。さあそして渡辺がもう完全にもう調子に乗ってます。おい見ろよ俺のチューブ、こうやって入るんだよ、あいすげーだろ、おいうわーみたいな感じで出てきます。さすがです、渡辺勘。さあそしてこっからホップしますが、ホップステップジャンプこけたぼってみたいな、はい調子に乗るとこんなことになります。あやっちまったぜ、そんな感じ。さあ渡辺まな行った、まずはトップターンからの、おっともう終わり。さあそして渡辺勘もう一度いきます。これはちょっと無理か、あんた後ろの波やったっちゃね、ほらこれやったが、ほらスピッツ吹いちょっぞ。さあそしてこれはかなちゃんですね。さあ回りました。さあそしてビーティング、最後はどうする、行くか、エルロロ出てこい、出てきた、笑ってます。さあそして大使が行った、惚れてますね。まずはおっと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 、もうプルアウトするのかと思いきや、やっぱりプルアウト。さあ長女の萌えが登場です。あんたなんちゅう格好しょってやみたいな、下にいるのがママですね。あっこがいっちゃね、あっこがいいねみたいな感じで入っております。そしてエルロロを決めてきます。さすが長女渡辺萌え。さあこの人も知らない人、最近ねちょっと知らない人がねこのポイントに来たんで申し訳ないです、名前わかんねーみたいな、渡辺マナはしくってるみたいな。さあそして大使がチューブイン、おっとあんたもちょっとハイライン走らんと。さあそしてローカルシーバジュン、チューブからのラウンドハウスチェックターンを繰り返してのプルアウト。さあかなちゃんが笑ってます。そして押されていきます。さあそしてこれは誰だ、渡辺かチューブイン、しかしちょっとバックオッシュが入ってますね。さあ登場、久々ですねこのビデオに出てくるのは高橋周平、久しぶりです。もう学生生活は学生ではありません、もう就職したのでサンデーサーファーになってしまいました。頑張れ周平プロみたいな、もうやっぱうまいですね、さすがプロ。最後はどうする、リエントリー、わー決まった、おっと最後はなんかどんでん返りみたいな、そんな感じですね。さあシーバジュンが狙っていったチューブイン、しかし無理だったか。さあそしておっと乗れないか、いい波、こらあんたも乗るべきやったっちゃねみたいな、いい波やった、もったいない。さあそしてこれは誰だ、ワクワクさんに似た人、知らない人。さあそして渡辺マナー行った、
おっと、頭を弾かれた。もう一回見てみましょう。さあ、深いボトムターンからのチューブを狙うのかと思いきや、あんたちょっとハイラインに入らんと、こっから逃げようとするんですよね。さあ、そしてリップが襲ってきます。笑ってます、マナ笑ってます。そしてなんじゃお前この髪型はみたいなね、もう鬼滅の刃かなんかに出てくるもう鬼のような髪型ですね、今のはすごい。そして落ちていきます。もう落ちていくときにはね、ちゃんと正座しながら落ちていきますよね。もうさすがですね、女子最高です。さあ、この後バッチリ揉まれます。砂だらけ、そんな感じでしょうかですね。はい、どうもみたいな。さあ、そしてこれは誰だ、知らない人、ワクワクさんかと思った人。さあ、そしてかなちゃん行った。お、ブレーキングかけた。そしてどうする、何する、プルアウト。そして後ろは大使チューブイン出てきた。もう一回見てみましょう。さあ、久しぶりですね、大使のバッチリなチューブイン。さあ、テイクオフ、スタンディングします。立ちましたと同時に合わせていきます。わー、手を突っ込んでブレーキングかけてますね。チューブイン、ほら綺麗にラッピングされてます。綺麗ですね、ナイスです。ハイラインを走ってます、さすがです。そして出てきます、川端大使。いやー、いい波やったですね、最高。さあ、大使こっからエンジン全開か。さあ、そしてこれは誰が行く、いい波行った。君は誰だ、知らない人。さあ、厨房狙う、行った。おお、入りきれない。そしてカーブ、あーって言ってましたね、あーって惜しいみたいな。さあ、そして萌えが行った。さあ、ビーティング、しかしプルアウト。さあ、そしてこれが大使ですね、行け大使、チューブイン。おっと、これはちょっと早かったかな、惜しい。入り方はうまかったですね。さあ、そしてこれは久しぶりですね、スカイ君、ドラ、ちょっとあんたら、あんたのライディング見してんない。そしてこれは誰でしょう、なんか知らない人ですね、キョンシーみたいな乗り方やったですね、ごめんなさい。さあ、そしてこれは誰だ、シーバージュン、来たーって言ってきた、さすがっすね。そしてカラップ、うめえ、やっぱもうここの波を知り尽くしているシーバージュン、ローカルです。ほら来たー、うめえ入り方が。そしてアップスダウンしてますね、ハイライン走ってます、ほら上の方走ってます。そして体を畳んで出てくる、スピッツとともに出てくる。そしてアップスダウンを繰り返しながら、ここですね、発射台を見つけて、はーって言ってますね、カラップ。これ成功するんですよ、この人はたまーに、やべっすよ。シーバージュン、今いくつかな。さあ、そしてマナがいった、トップターン。そしてもう一発、お、決まった。ほら決まったらね、もう今のようにこう髪型をかはーみたいなやるんですよ、昔からも指摘してるんですけどね。さあ、もう一回見てみましょう、いいボトムターンですね、これお前チューブ入ればよかったっつう。さあ、そして合わせながらの、わあ、エア吹いてますね。ほら、カーブなのかトップターンなのか、ちょっと微妙なところを当て込みます。お、手前では萌えが見てますね、マナーお前にせーみたいな、そんな感じで。さあ、そして2発目いきます。はあ、萌えねえ見ちょってどんげやー、これうわあ、私決まった、最高、私っていけてますよね。ほら、カメラをピシャーっと見てますね、撮りましたよね、これもう最高ですよねみたいな、そんな感じですね、渡辺マナー。さあ、そしてこれはカナーですね、もうマナーもカナーも
もう似たような名前ばっかりも、そして笑っております。楽しそう。さあ行った、キョンシー君、カモン、どうする。アップ、そしてダウン、アップ、おっとプラウド。さあそして後ろ入ってますね。誰が行く、これは誰だ。バックサイドといえば渡辺、パーン、いきなり脱出ですね。さあそして大使行った、チューブイン、あー惜しい。あんたもちょっとうーって感じだったね。アップスダウンすると怒ってっちゃねーみたいな。さあそして今のは渡辺ハーン、もう後頭部にリップを食らってましたね。さあそしてスカイ、あっと選んだ波が悪かったん、後ろ誰、わー高島いぶき来ましたね。この板に変えて調子が良くなったですよね、いぶきんも。さあそしてこの人は知らない人、さあ純の兄たかしですね。チューブイン、ゴーブロック加えてますね。さあそして後ろは誰だ、知らない人。さあそしてこれは純ですね。さあ来い、カモン、出てこい、あー無理か、惜しい。さあそして後ろは知らない人、スカイ君、今のスカイよね、何しよっとみたいな。さあそしてこれは誰だ、マナですね、あーみたいな、なんと何しよっとや。さあそしてジュンですね、トップターン、おっと珍しい、こんなこけ方するの珍しい。ジュン大丈夫か。さあそしてこれは、あ知らない人、多分ワナンバーで来てましたね、このグループは。知らない人ですね、でもうまかったんで撮影しました。ほら最後リエントリー決まりましたね、これ決まりましたよねっていうような顔してましたよね。さあそして渡辺真奈、ナイストップターンからのもう一発、最後は行くか、あボディでアタックみたいな。さあそしてこれ誰でしょうか、知らない人、あんたそら波が悪かったみたいな。さあそしてカンですね、トップターンからのカービングもどきでバンピング。さあそしてどうする、スープアプローチ、しかしインコンプリート。おっ、いぶき上がってきましたね、はいお疲れ様でした。本見た調子がいいと思う、お前多分。さあそしてワクワクさん登場です、走っているワクワクさん、小走りで動くみたいな。さあそして萌えですね、エルロロからのスピン、しかし流れていくみたいな。さあ純がチューブイン、出てきた、さすがっすね。もう一回見てみましょう。さあストールして、手を突っ込んでストールして、あここでちょっと調整してますね、スピードアップスダウンをちょっとして、チューブイン、うまいっすね、ラッピングラッピング、ほら全身包んでますよ。さあそしてここはちょっとドギーで出てくる、髪型をセットし直して、あーって口開けてますよ。そしてラウンドハウスからのインサイドセクション、さあどうする、何する、来るか、いやどうだ、うん、カモン、チェックした、そしてプルアウト、飛ぶのかと思ってた。さあそして高橋周平いった、トップターン、おわーっとーっと、サンデーサーファー頑張ってみたいな。おっとマナお前何しよっつか。さあそして多分ですけど奥村くんかなっていうことですね、はい。さあそして周平ナイストップターンからの粘りながらのプルアウト。さあこれは大使の知り合いの湘南ボーイ、高校1年生じゃないかなと思います、多分そうです、うまいっすね。あっと最後はインコンプリート、さあかなちゃんが2ドロップ。さあカメラパンして、さあ奥村くんかな、奥村くんいった、まずはカーブをねじ込んだねからのもう一発、そしてプルアウト、
うん、うまい。さあ、モナガいった。どうする、何する。まずはカーブ、バンピングからのリエントリー、決まった。決まりましたね、やりましたね。お、もう上がってくるか。お、上がってくりますね。お、顔を整えて、あ、こっち見た。ここでお化け、いや違う違う、おまけ。いやー、おまけです。これはね、昨日 の、 あの朝ですね。いやー、もう誰もがもう大変でした。それをちょっとご紹介します。もうカレントが右から左強くてですよ。そしてもう波はジャンクコンディション、こんな感じなんですけどね。これ見た目良さげのように見えるけども、こういうのがたまに来るから彼らは入ったんですけども、いやいや、どうして、見てください、渡辺藩、もう落下ですよ。そして脱出するも持っていかれるみたいな、うわ、これすごかったんですよ、この日は、午前中。いやー、もう一発も誰も決まんなかったですね、映像がなかったですね。それをわざわざ持ってきた。うわー、早とお前ナイスショットか。ちょっとスローでクローズアップでよく皆さんに見てもらいましょう。ほら、もう回避しようと思ってやめようとしてプルアウトしようとするんですけど、時すでに遅し。はい、あんたもう板が落下し始める。ハヤトはね、上の方ちょっといるんですよ。上の方によくほら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 見えた。ハヤトがちょっと見えてるんですよ。もう逃げようとしてるんですよ。裏側に逃げようとするけど、リップがあんたナンショットやつって、ほらもう追い、もう持っていかれてますね。今バンザーイしながらもう頭から行ってますよ、海底に。もうこら、一時は出てこるんですよ。ほんとやばかったんですよ、この日は。もうやばい、ほんとやばかった。さあ、そしてもう一発ハヤト。うわあ、ドギー出てきた。ほら、俺決まりましたよね、これもう、うわあ、もう最高れみたいな、そんなジェスチャーですね。さあ、もう一回見てみましょう。こっからですね、合わせました。チューブイン入ってますね。綺麗に入ってるけど、もう前がもう落ちてくるんですよ。これをぶち抜いて出てきますね。もうなんていうんですかね、もうぶち抜きみたいな。ほら、あれやりました、あれやりました、最高れ、かっこいいみたいな。さあ、渡辺館がチューブイン。しかし出口がないんですよ。ほらほら、引っ張られていってたでしょ。さあ、早飛び行った。あんたたちはもう頭の線が切れちょ、なんとこういうの意見はみたいな、こんな感じで、うわー、渡辺館お前らしくはブルブルだーみたいな、もうこれももうやばかったんですよ。さあ、早飛び行った、うわー、俺行きますよー、ブル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 みたいな、あんたたちはもう耳の中砂だらけやわ。さあ、上がってきました。インタビューしてみましょう。渡辺マナの彼氏ですか？ちげえって言うんですか？ちげえって言うんですか？お前ちょっと待てよ、お前誰にお前タメ口叩きよとか、お前何よとか、お前ちげえがとかよ、お前ちげえって、ちげえって、ちょっと調子乗っちゃえんか、お前本当使ったらダメ、あえた、なんでですか、お前43年もお前ここでサーフィンしてきちゃうやつに向かって、お前ちげえがはねえやろが。この後きっちり闘魂注入させていただきました。また見てね、バイバイ。ちげえって言うんですか？